頑張れ。1、2、3、4。ああ、惜しかったね。もう一回行こう。もう一回行こう。頑張れ。グダグダ。練習のしすぎやったね。いろいろ今日はサイドクロスから二重跳びとかいろいろやりましたけど、今日はちょっと調子悪いみたいです。良かです。はい、今日は外でやっております。はい、はい、はい、あ、こっち後ろ、後ろ、はい、キューピーです。渡辺です。あ、こ、渡辺です。はい、今日はまあ土曜日ね、天気もいいので、あの野外で初の野外かなですね、うん、こういうとこであったのはちょっと見せてみましょうか、はい、恵比寿プラザっていうとこね、はい、こういうふうに外側がこういうふうに、なんていうのこれ、プロティっていうの、こう中庭的な感じな場所です。恵比寿プラザ、そしてこう左側が、パラナカのウサで、ここおでん屋さん で、こっち側がお菓子屋さん、そう、ちょっと動きますね。そうするとこっちがお菓子屋さんのね、駄菓子屋さん、そう、あのおでん屋さんが黒猫さんで、こっちが駄菓子屋さんが黒猫メダカっていうそう、こういう、ここ本当、宇佐市四日市の通りですね。こういう感じでいつも毎週来てやっております。上は塾でね、やってます。はい、はい、よいしょ。はい、じゃあ、そうですね、まあ、今日もあのちびっ子が来て、はい、本当練習、元気いっぱい練習して、なんかな、そしてなんかもう試合、もう宇佐はなんですかね、もう試合エントリーね、エントリーは昨日ぐらいから入ったんで、もう何人か名前載ってると思います。もうそれで対戦相手キッズもね決まってるし、で今回の、まあ、目玉はやっぱりあれですね、あのうちの最高年齢者の山崎さんと今日ね、そう、OK、もらいますよ、はい、ついに、そして、まあ、あと真帆先生も農技と、はい、マスター両方の農技とマスターで一応で、マスターいなかったらまたアダルトでいくかもしれないですけど、はい、ね、で、まあ、アコちゃんもね、もちろんエントリーしました。そう、で今さっき11回行った、はい、うん、そういう風にして少しずつ増えてますね。あのアカデミーも増えてるし、まあ来週が1回目の締め切りなんで、そうです、それがあるんで、はい、できれば早めに、はい、せっかくなんでそうですね、もうペイパルならすぐ反映されます。そうですね、早かったです、うん、で明日バリカタ TV が日曜日あるので、その時にもう一回、はい、あの人数とかあのアカデミーとか今やったら個人名までこう、ね、読み上げちゃったりしながら、エントリーのね、うん、あのお礼も言えるので、はい、あのちょっと、ね、もしよかったら見てください。明日はね、あのラーメン屋さんを紹介します。あ、言ってましたね、うん、そうそうそう、いいな、うん、いいですね普通に羨ましい、うん、だから明日もね、ちょっとどっかに、まあ、食べに行こうと思うけど、カレーにするのかね、なんかバングラディッシュのカレーがあるとか言って、もしかしたら時間があったらいけるかもしれないし、行けなかったらちょっとどっかまた違うところに、はい、あんまり、そうです、まあ行きたいところに食べたいものをフラット、うん、まあ週一の唯一のなんか楽しみかな、うん、それくらいないですね、はい、ちょっと今度真帆先生とはね、こうに、いや、肉を食らうかなんかね、肉がいいね、そういう特集がいいかもしれないですね、焼肉がいい肉じゃない、はい、肉じゃなんで焼肉で、肉、はい、うるさい、あ、じゃあ塩味も食べたいんですよ、実際、あ、結局めっちゃ柔らかいですよ、行くけど、いつも試合終わったら疲れて帰っちゃうんで、うん、前日から入れればね、そうです、いいけど、あのお弁当を頼むという手もありますけど、そうですか、なんかね、うん、話をずっと聞くばっかりで食べたことないんで、見よったら食べたくなりますかやっぱあのエミカツ丼は美味しかったですね、うん、本当に柔らかいし、うん、もうぜひおすすめですね、あそこは。で、まだいろいろなところを行きたいので、あのもしあとここ行ってくれとかいうのがあったら、あの ご紹介ください。あの行ける範囲は行きます。だってあの福岡だけじゃないですもんね、うちは、ね、あの宇佐も行くし、栃木も行くんで結構怖いですよね、佐賀、大分ね、もうどこでも行きますんで、よろしくお願いしますね、はい、はいはい、もうなんか うさっこたちはなんか毎回今、はい、あ、もう縄跳びがすごい流行ってるみたいで、縄跳びして充実して、最後駄菓子屋で買って帰るというこのルーティンが楽しいみたいです ね、 ね、うん、まあ、よかったですね、はい、もう楽しそうなんで、まあ、今週もちょっと2回来ましたけど、今週だから3回練習したことになりますね、火水土、そうだね、実は、はい、またついに来週から3月で、そうなんです、はい、もう早いもので、で大会が5月16日なんで、まあ、3、4、ね、5月とゴールデンウィーク入って、はい、まあ、みんな学年が、ね、上がっちゃいますけど、ちょっと、ね、今一番うさがこう、まあ、なんか元気いいんじゃないかな、ね、なんか兄弟児がまた、ね、入ってくれそうな感じで、あ、今、ね、そうですね、うん、
で、まあ、トスもやっとこうちょっとこうあの兄弟児が戻ってき始めたんで、ねえねえやっと、はい、まだね、なんか明日でいっぺん解除されるって聞いたので、あのこれで、ね、まあ、気をつけながらですけどね、ま、うん、来てほしいですね。で中川もね、あのちょっとずつ元気のいい子が増えてきてるので、うんうん、もしよかったら宇佐中川トスどちらでも、はい、ぜひぜひお待ちしてます。遊びに来てください。大人の方も募集中、大人もすぐ待ってますお願いします、はい、そういうことで、はい、じゃあ最後にじゃあ、はい、あのいい、あ、じゃあラストラスト行こう、はい、新記録出そう、いいですか、はい、はい、行きます、ゴー、2、3、よいしょ、2、3、4、5、6、7、8、疲れた疲れた、というとこ で、 でさよなら、あ、じゃあバイ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 